シナチベット語族シナゴ派中国語、語語は、シナチベット語族、シナゴ派の言語の一つあるいは一群である。中華人民共和国の福建省、関東省東部及び西南部、海南省、石膏省南部、中華民国、シンガポール共和国、マレーシア、タイ及び各国の家境、家人の一部の間で使用される。中でも福建省が、 主地域であるため復元語と呼ばれることもある。推定使用人口は7000万人程度である。語の各方言の際は大きく、しばしば会話に支障が出るため、別々の言語とすることもある。中国政府の北京語普及政策の下で、関東語、上海語、モンゴル語、朝鮮語、ウイグル語などの言語と共に危機に瀕している。中国の品語派の諸言語は、 国単位での分布があること、同型の共通語である普通話が存在すること、漢字という共通の聖書法が存在することなどから、伝統的には中国語という単一言語とし、各言語を十大方言もしくは七大方言として扱ってきた。しかし、近年、タイカ大化大五族、ミャオヤオショ語、オーストロアジア語族、オーストロネシア語族など禁煙。 近隣の言語集団との対象研究や、考古学、人類学などとの学際的研究も進んだ結果、語、越語、暮語など、かつて方言とされたものが、高頭言語としては互いに通じないばかりでなく、その違いが、基礎言語の違いであることも判明し、ゲルマン語派内の相互の違いに匹敵することから、単一言語ではなく、複数言語の集合体と考えるのが、 海外の学者の間では一般的になった。そしてこの集合体を看護書語という名前で呼ぶ場合もある。この中で語とその他の看護書語との隔たりは大きい。大育徳の研究によれば、貧ン,ン語はモイ方言の場合では、スワデッシュの基礎単語に100語で比較した場合、北京語との類似性は48.9%に過ぎず、 これはドイツ語と英語の58.5%よりも少ない、つまり遠い。また、クレゴソシューバナ話トでは51.40%、関東語とでは55.31%、比較的近い発カ語とでも58.65%しか類似性はない。中華人民共和国の言語学者の研究でも、漢語が単一の言語ではなく、 特に講義の復権語がその中でも得意な性質を持っていることが指摘されている。また、講義の復権語はさらに主に語方言に分かれ、他に明確に分類できない二方言グループがある。これらは、たとえ語彙が同じでも、発音の差が大きく、一般に相互に通じないとされる。このため別々の言語とすることもある。ンマン語は、復以外でも話されており、 関東省の東部沿岸で話される、長州語、関東省西南部の雷州語、海南省で話される、海南語、浙江省南部で話される、雪南語がある。また、東語に属し、浙江省南部で話される、蛮行などがある。逆に、福建省西部の朝廷、上食い、連城、竹平、英帝寧夏、清流などでは、 八カ語が用いられており、南平には、北方方言の方言島がある。福建は、早い時期に百越族の七部落の地となった。春秋時代には、越国に復属した。戦国時代後期には、越国が、祖国に滅ぼされ、越国の王族は、逃げ延びた。現在の福建省内で、古志国を建立した。その地の原住民と融合し、古代、 古史語が形成された。これは、現代の対課題語族との間に、一定の類縁関係があり、現代の語の、核言語内には古代、古史語の語彙成分が保存されている。このことは、言語学会の共通認識となっている。比較言語学的手法により、現代の語の低層語彙に、対課題語族の語彙が含まれていることが判明している。例えば、語の白読みでは、 人を、というが、これは、チワン語で、同じ意味の単語、サイに類似している。V 山には、ダクチ、ダコという地名があるが、この、ダは、タイカダイ語族では、伝の意味があり、チワン語の発音は、ナズとなる。語、八カ語、語には、有音無字の語彙が大量に存在するが、これは、タイカダイ語族から受け継がれて保存された、低層語彙である。紀元前110年、 古志国が、漢の武帝に滅ぼされると、コシ族の人々は、長江、ワイガの一帯へと大量に移り住んで定住した。福建の地は空白地帯となり、艦王朝の軍駐屯地が置かれるのみとなった。この駐屯軍は主に、艦東のクレの人々と後世の諏訪江の人々で構成されていたため、彼らの母語である古代クレ語と古代祖語が、復権地方に持ち込まれ、 古史語の要素と融合して、最終的に、原子語が形成された。現代の語の、核分子の常用語位に、古代クレ語と古代祖語の成分が多かれ少なかれ、保存されているのは、この歴史的経緯によるものである。精神の末年に、栄華の乱が発生し、最下を逃れた、中原の漢民族が、福建の地へと大量に移り住んだ。この結果、進む安軍では、 人口が激増し、歴史上、八世入りと呼ばれる現象が進行した。この移民たちは、中原看護の音素を豊富に持ち込み、唐の時代には、下境制度の影響から、節印の応仁体系が復権にもたらされた。唐末の五代十国時代になると、歴史上重要な中原人の移動の波が復権を、襲った。すでに六十九年には、信政、 陳元光の不死が軍を率いて、河南の古試県の地から復建に攻め入り、小州を分離、独立させ、貧南での発展の礎を築いていたが、東末の九世紀後半、古試県の王朝と王新地が軍を率いて、復建に攻め入ると、909年に復讐に国が混流され、40年余り拡挙した。国の末期には、最後の王、応援生が、 貧北の賢州を占領し、陰王と称して自立し、復州の国と対等の地位を築いた。これらの歴史的、政治的事象が、後の歴史上、重大にして新人な影響を及ぼした。五市の主な通用地域である、復建地区は、山が多く、交通は不便で、重里不動音と呼ばれていた。五の祖語である原始語は、上古漢語もしくは、 中古看護から文化したものであるが、これは、発色後の形成過程と非常によく似ている。原始語がいつの時代から文化を開始し、相互の意思疎通が不可能なまでに分かれたのかは、現代の言語学会でも大きな論争のテーマとなっている。衆院の言語音の分析によれば、語が文化を開始した時期は、総長の初年よりも前であり、当時すでに、研修、復習、 先週の三つの地方の方言には明瞭な災が発生していた。言語学者の李女流は語格言語の文化の時期は、東末の五代の時代であるとしている。この後の時代には、たびたび戦争が発生して、人口の大規模内転があったため、とりわけ、敏北語の使用地域では、大きな変化が見られた。クレの阿赦が移り住んだ貧北の補助圏では、 言語の暮れ語化が進んだ。語の話者が移り住んだ、聖部軍では格語化と語化が進行した。貧南人が、八華人と共に移り住んだ、酒の一帯では、その言語が、貧北語と接触して、中語を形成した。強化府の地域は、聖の中心地、復讐との交通往来が活発だったため、その土地の東語の要素を大幅に吸収して、戦語を形成した。 このようにして東、敏南、敏北、中、線の5つの地域の違いが徐々に際立つようになり、それぞれに独自の特徴を持つ言語が形成されていった。明、清の時代には大量の敏南人が船に乗って、石膏南部、関東南部、海南島、台湾にまで移住したため、敏南語が沿海地方の各地にまで伝播し、その各地で現在見られる。 各地域の言語状況が形成されるに至った。また、少なからず、復権時に移民が、海外の東南アジアなどに移民として移り住んだため、東南アジア諸国に、語の、核文子を話す人々が、相当数にわたって広がる結果となった。地方のうちで、北部では、古来、十里不動音と呼ばれていたように、山を一つ隔てれば、相互に対話できなくなるほど、 言語の違いが大きかったが、沿海地方では、交通が便利で交流が活発だったことと、緩和の影響を受けたことから、相互理解の程度は、かなり高い。敏南地区の泉州、アモイ、小州、台湾で使用される、泉話は、東南アジアの敏南語と、意思疎通が可能であり、潮山地区の長州話との間でも、一定程度の相互理解が可能である。 使用人口が非常に多い上に、分布の範囲も広大な地域に及ぶため、その影響力も5の分子のうちでは一際大きなものとなっている。復習話は、復習と海外の復習人コミュニティの間で、意思疎通が可能なほか、近隣の福安話に対しても、一定程度の類似性があるものの、敏感ごとは、相互理解が不可能である。 各地の方言の発音を構成する要素の数には、下記のような違いがある。発音の差を除いても、下記の例のような語彙の差が多く見られ、意思疎通の障害となっている。中国、四川省の少女が、北京語をうまく話せず号泣する動画が、物議海外の中国系住民、文化的、ジェノサイド、イコール台湾報道。ヤフーニュース。 2021年11月11日閲覧。ありがとうございます。